月、あんま無茶するなよ。わかってるって。走り屋はバトルしないとな。すげえ。全然追いつけない。めちゃくちゃ速い。この車でも限界まで攻め込めば勝ち目はあるはずだ。早い。マジで余裕ないぜ。ついていけるか。ちょっとやそっとじゃ追いつけそうにない。
ダメだ。向こうの車の方が速い。こっちは全力で飛ばすだけだ。うまく乗れてねえのかな、俺。後半で追いつけるか。差が開く一方だ。くそ。僕についてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやる。少しは楽しませてくれるのかな。エンジンの調子が悪いに決まってるよ。バカな、ありえない。こんなことあるわけない。あのさ、悪いけどしばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないから。そろそろ本気出そうかな。もうあんなとこに。ちょっとはやるじゃん。ダメだ、動揺した。うわ、かっこ悪い。
だ。こんなはずじゃ。いよいよ始まったぞ。ついていけっかな、ケンジが。バカにすんなよ。俺だってやるときはやるんだぜ。ついていくぐらいは。はえ、どうすりゃあんな速く走れた。すげえよ、あいつ。根本的になんか違う。くそ、ついていけない。誰になんねえよ、池谷。まさかここまで一方的な勝負になるとはな。くそ。ぶっちぎりじゃねえか。どこへ行っても敵なしじゃねえの？ちぎられるなんてすげえショック。配色濃厚ってやつじゃねえの？これって。
マエリアのダウンヒル最速はナイトキッズの庄司慎吾だろ。でも乱れで行くよ、マコ。すごく燃えてきたよ。セイキ、今夜は今までで最高のノリだわ。うまい。よ、マコ、この感じ。いつの間に。バトルは始まったばかりだからね。こっから攻めてくわよ。ここまでやってくれるなら相手にとって不足はないね。
開き直るしかないよね。選んでしまった。今のあたしらの手に負える相手じゃない。リアサイドについている R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。燃えてきたぜ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこれる。目立つだけの遅いドリフト遊びは俺の趣味じゃねえ。抜かれた、だと？さあ！タイヤにかかる負担が考えていたよりはるかにでかい。
れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。意地でも追いついてやる。こんなもんじゃないぜ。せいぜい今のうちに生きがっていろよ。逃がさねえぞ。今は我慢してついていくだけだ。振り切られた。なんでこんなに差がつくんだ。ハイパワーターボプラス4のボディ。この条件にあらずは車にあらずだ。おお、波の走り屋じゃないぜ。綺麗にラインに乗せていく。こうして後ろにつけば。
通用しないのか。信じられないことだが、神業のようなマシンコントロールだ。ジムカーナで鍛えた俺の目で見ても、お前のレコードラインは完璧だぜ。アドレナリン全開の最大ブーストでぶっちぎってやらも出ないのか。いよいよ本気出して切れ始めやがったな、あの野郎。くそ、なんてこった。ネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。わけが分かんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。
今はまだ誰にも負けやしない。今日は本気の全開ドライブだ。命取りにならなきゃいいがな。後半まで食いついていけるかどうかがこのバトルのキーポイントだな。俺と技術的にほとんど差はないようだ。高速コーナーならば付け入る隙はある。高速コーナーを足がかりにしてチャンスを作る。俺の理解をはるかに超えたところにいるということなのか。誤算だったな。少しぐらいタイヤが下手ろうとも俺のテクニックに破綻はない。チラチラと見え隠れする針の穴のような突破口を突く。ねえぞ、地元の底力見せてやる。抜かれた。
さねえぞ。ものすごい手が。でもじゃないけど勝ち目ないぜ。俺の想像力を超えたところで走ってるってのか。とてもついていけない。ついていけねえ。気を引き締めて走るよ。私の FD 負けないで。まだまだこれからよ。まだバトルは始まったばかりだからね。ここから追い上げてみせるよ。だいぶ引き離されちゃったけど、まだ諦めないんだから。レベル高いな。ついていけないよ。何もかもレベルが違う。どうしたらいいの。どうしたんだろう。いつもみたいに
車で盛り上がれないよ。すごい、ドラテクって完成に近づくとああなるものなの。追いつけない。なるぜこいつは。足も出ねえのかよ。とてつもなく速い。あんなこと俺には絶対真似できない。まるで神業だ。鳥肌立つ。
クセルを全開にしても追いつけないのか。つくづく不思議な奴だ。あの若さであれほどの高等テクニック、あいつは一体どんな練習をしてきたんだ。やるぜ、ここ一発の速さなら俺より上かもしれねえ。気分にさせられる相手に出会えたことが嬉しいぜ。後半まで食いついていけるかどうかがこのバトルのキーポイントだな。鮮やかなもんだぜ。俺にはハッタリは効かないぜ。じっくりと拝ませてもらおうか。俺と技術的にほとんど差はないようだ。少し変更する必要があるな。それだけのことだ。結果は変わらない。ケイスケと似たタイプのドライバーのようだな。高速コーナーならば付け入る隙はある。
の若さでよくあれほどの技術を身につけられたものだな。文句なしにぶっちぎりだな。第五さんだぜ。なんてことだ。雨の重力を切らしたら崖に張り付くか谷底行きだ。しない相手に勝てるわけないぜ。めちゃくちゃうまい相手だ。クソったれ、離されてたまるか。時間で見ててよくわかった。なんで 4WD の加速が速いのか。2個のタイヤでは使えないようなパワーが4個でなら楽に使えるからなんだ。いっけー、抜かれた。そんなのありかよ。
ぎる。ケツをつっつき回してやる。凌介がそうであるが、ここでは俺がエンペラーだ。
全力で走っても食いつけない。自分の走りに不安を感じたら勝負は負けだ。俺は自分の技術に自信がある。相手が速ければ速いほど仕留めがいがあるってもんだ。まだまだ勝負は始まったばかりだろう。信じられないぜ。あいつは何者なんだ。全くと言っていいほど隙がない。仕掛けるのはこの先の右と決めた。くそ、絶対捕まえる。Yeah.
ものすごいテクニックだ。この速い車を後ろからぶち抜いてみせる。ゴールが近い。クソ。この俺がいろは坂でここまで遅れを取るとは思わなかった。東道塾のメンツにかけてもあっさり終わらせたいもんだぜ。思ってたよりはレベルが高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。速さに対して違いはない。向こうがミスした時がチャンスだな。シャレになんねえぜ。冗談じゃねえ。こんなことありえないぜ。同軸のレベルを超えてるってのか。ちぎられてたまるかよ。ブレーキングで負けてるってのか。ブレーキングで追い込んでもギリギリで届かない。ラインから強引に行き過ぎた。
道塾の家らしさを見せてやる。どっかで抜いてやらないとな。やれるのは今のうちだぜ。後ろからプレッシャーをかけて、どこまで耐えられるかな。仕込みの走りが全く通用しないってのか。常識外れのドライバーだな。ここまで来たらもう嫌でも認めるしかない。速いドライバーだぜ。これじゃトラップの仕掛けようがないぜ。さて、どこで勝負に出るとするかな。まずは後追いからスタートしておくか。ちゃんが喜びそうな相手だ。実にいい走りをする。ここだ。
じゃないか。あの若さにしてあの完成度は恐るべしだね。神様と呼ばれた男も生身の人間だったということか。切り替えの速さは見事なもんだ。頭で考えるよりも先に体が反応してしまうタイプなんだろう。このコースで俺が苦戦するなんてな。もっとスムーズに行きたかったところだが、そう超えたレベルにある。こちらもきちんと礼を尽くした対応をさせてもらおう。そんくらい早ければ文句はねえな。遠慮しねえぜ。
俺をここまで引き離すとはな。疲労で集中力が切れてきてやがる。クソったれが、タイヤの幅半分アンダーか。王道塾のメンツにかけてもあっさり終わらせたいもんだぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだぜ。思ってたよりはレベルが高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。インチキくせ。冗談じゃねえ。こんなことありえないぜ。超えてるってのか。何をやってんだ俺は。情けねえ。逃げ切れると思うなよ。東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。ショックを通り越して呆れるしかない。こいつ一体何者なんだ。シャレになんねえぜ。
誰にでも邪道だって言われてるけどな。浮いてくるターボ。最後に前に出ていればいいだけだ。どっかで向いてやらないとな。もう少し様子を見ておくか。東道塾仕込みの走りが全く通用しないってのか。しないでクリアしていく。早い。俺がヘマをやっているわけじゃない。あいつが早いんだ。これじゃトラップの仕掛けようがないぜ。礼を尽くした対応をさせてもらおう。遠慮はしねえぜ、とことんやってやら。遠慮しねえぜ。ほら
シャレた思考だぜ、なかなかよ。いやでも本気にならざるを得ないじゃねえかよ。タイヤ目いっぱい使ってきてるしな。表図体がいよいよ効いてきやがったな。悪くないな、ポールポジションというのは。
さっさとぶち抜いてやる。行動での勝ち負けはぶっちゃけた話、車のレベルで決まる。せいぜい今のリードを反応しておくことだな。足回りもよく仕上げてあるが、苦しさは隠せないようだな。この短い区間、全開走行を見るだけでお前のポテンシャルがわかる。これがプロの駆け引きだ。この俺とタメハルコがバックミラーの死角を突くだけでこうも簡単に抜くことができる。勝てるレースを落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。峠の速さはぶっちゃけ車で決まる。お前はこれまで車に乗せられていただけだったんだよ。その程度なのか。つまらないな。まさかここまで俺を追い詰めてくるとは予想外の出来事だな。熱くなれねえ展開だ。少しは追いついてみせろ。アマチュアにここまで追い詰められるなんてな。だが最後に勝つのは俺だ。狭いこのセクションに入ってしまえばもう追い抜きのポイントはないんだ。俺の勝ちだ。こんな展開になると社長が俺に伝えたかったようやく分かった気がする。やられたぜ。そうもうまく死角をつかれたんじゃな。俺は俺のやり方で行く。 D のエースは俺だ。ポイントになるのはタイヤの使い方だ。それを知らずに先行する奴は負ける。似てるな。昔の俺とそっくりなドライビングだぜ。闘争心むき出しの攻撃的なドライブ。今は我慢してついていく。どっかでチャンス見つけないとな。
タイムを詰める理屈を一応知ってるようだな。99% 無理でも残りの 1% にかけて何かやっていかないと。おかしいな、いっぱいいっぱいじゃねえか。D に入ってから成長してるんだ。このままじゃ終われねえ。ここまで一方的なバトルになるなんてな。遠慮しないぞ。 100% の全開モード。このままじゃまずいな。アクセル抜けばもう終わりだ。楽になるのに。もう一人の俺が絶対に抜くなって言ってる。諦めないぞ。隙があれば絶対行く。近づいてる。このままじゃ負ける。なんとかしなければ。
できることは何でもやってやる。手ごわいぜ。ペース上がってきてる。早い。見えなければいいんだ。相手の視界から消えればやるか。あれ、近づいてる。少しずつ差が詰まってる。それにしても俺疲れてきてるのか。適当に流すとするか。
なるほどな。うちの匠に貸すだけのことはある。最近の若いやつも結構やるもんだな。遊びにしちゃ思ったよりは楽しめたぜ。じゃあな。